て素敵なお名前。これよりは心よりの敬意を込め、私の仲間塗り壁という名の妖怪もこの付近で戦っております。どうかその者にもご助力を。はい、よろしくお願いいたします。思っていたよりは役に立つな、お前さん。こないだよりは随分マシだ。さて、これからどうなるかな。千年紡いだ因果の糸、こじれるか結ばれるか、それともおっと、喋りすぎだ。ま、やりたいようにやってみな。本日はどちらに向かわれますか？出るか蛇が出るか。甘く見ないでよね。あたし、家事屋やってます。にゃにゃにゃ、なんだか銭儲けの匂いがするにゃ。いらっしゃいませ。何かあればいつでも声かけてにゃ。
しただろう。どれくらい怨霊を倒しただろう。時間も何もわからない。してしまった炎、瓦礫、動かない両親、3日間それを見てた私。塗り壁は守るための妖怪。悪いことを全部当然ばなのに、私守れなかった。家族を守れなかった。守れなかった。お父さん、お母さん、ごめんね。でも今度はひずなちゃんだけは私が守る。守ってみせる。体が痛い。泥で前がよく見えない。でもまだ私は動ける。だから守れる。守る、守るんだ。私がイズナちゃん守る。守る、守る、守る、守る。お父さんを、お母さんを、イズナちゃんを、みんなを守る。守る。腕がなくなっても、目がえぐれても、足が砕けても、腹綿がちぎれても、絶対に守る。はあ、何もかもが黒くなっていく。でもこれだけは。とうせんぼ。こっちで。そんで私が終わ